第98回天皇杯。負ければ終わりのトーナメントはここから激しさを増す。ベスト8進出をかけたラウンド16が8月22日、9月26日に開催。 J1 同士の激突、戦いの行方は。 J2 勢の快進撃は続くのか。日本各地で繰り広げられる熱き戦いから目が離せない。その挑戦で歴史を変えろ。